はい、黄昏の街のパート2ですね、やっていきましょう。はい、はーい。不明で、前回ですね、落下っていう技を覚えまして、このパシューンってなってるやつで脆そうな床を破壊できるようになったんで、ちょっとまた街巡って大地の源取れる場所を探しましょうか。まあ一個はそこにあるやつですね。 OK。 おっと OK。 はい、土下座。オッケー。あ、違う、大きいじゃない、取ってから。オッケー。ダイビングキャッチ。オッケー。あ、じゃあこれは隠してあるので土下座します。ゲッチュー、見っけだ。上は行けないみたいなんで、セーブをしてから中入りましょうか。あー、やっぱいいね。ここもあれだね、他のやつと同じで、この食材でいいんだよね、読み方合ってるかわかんないんだけど、これに火がつけば OK。 さあ行きましょう。今回はわかった、これだ。あ、落下で飛び跳ねてこっち行くんだ。しかも落下する。なるほどね、組み合わせてきたっていうか新しいね。これもちょっと怖いね。 OK。すり抜け網と落ちる床。じゃあ2個目、ここは動いてるね。ちょっと早くないかい。しかも湯気出てない、なんか。あ、しかもバラしてきたね。あぶね。どこ行けばいい、こっちか。あ、ダメだ、あれ乗ったら死んでた今。欲張るもんじゃない人間は。おっと、これタイミング合わないのでは。あれに乗りたいけど、先にこいつに乗らないといけないな。ほい。あ、乗れた今絶対そいつに。戻り際でいいかな。あー、難しい。うん、ふん。OK。OK。ちょっと時間かかったけど、セーフ。お、行きましょう。次は何を持ってきたんだい？あーはん。さっきのやつね、これ。さっきのやつと動くやつ、動く足場組み合わさってんのね。なるほどね。うんうんうん、ちょっとむずいな。うーそ。このゲームの RTA あったらどうなんだろう。いや、ここはこうするとバグで一面スキップできますとか出るのかな。ワザアップで出るのかな。待って、怖い。ほい、オッケー、オッケー。よし、最後。金にはがめつい女。
だってこいつ頭に金のあれと同じマークしてるもん。絶対がめつい。初デートで男が全額持たなかったら何、本気っていう顔してきそう。めちゃめちゃな偏見。仮にこいつも出すってなっても絶対割り勘で1円単位で割ってくるか、小銭だけ出しそう。よいしょ。そんなこと言ったら女性陣に怒られるな。よいしょ。OK、親睦への扉が開かれた。何の話してんだっていう話でカゴをもらいましょう。なんか木から飛び散るものってさ、花粉にしか見えないよね。これ花粉だったら花粉症の人大変そう。よし、 OK。 ここの不倒は霧が完全に晴れたのでクリア。なんかピンクのふわふわがある。しかも上、さっき行けないねって言ってたところ、あれですね、アイテム置いてあるんで多分そのうち行けますね。美しい港町、30個集まれば隣の町双子大橋まで行くことができます。 OK。 じゃあこっからはまた大地の源、あれがあるんで、それを探していきましょうか。最低あと5個ですね。こういう風にジャンプできるところが増えてる。そうか、さっき行けなかったところ全部これできるようになるんだ。はい、1個ゲット。ジャンプパッドで大ジャンプ。何君、風船がどこかへ飛んでいってしまいました。ごめんね、倒しながら喋らしちゃって。これは、おう、入れないと思ってた場所に入れた。ゲッチュ。おう、で上に登ろう。あ、風船これ、取ってあげようかな、どうしようかな。あ、破っちゃったよね今。破ったよね、確実に破ったよな今。バリッつってるもん。え、これ風船なわけじゃないよね。全部割れてしまいました。ごめん、割った。何を剥がしたお前は。まあ人様のもの勝手に剥がしただけで、選挙パスワードを勝手に剥がしちゃダメだからな。あれ、いたずらしたら確かダメなんだからな。知らんけど、これはとりあえず全部取っていこうか。変な張り紙を貼られて困ってます。おろ、急に音楽が消えましたよ。あ、ラッキー。オッケー。カネラー。テイ。よいしょ。ゲッチュ。はい。夜にしましょう。夜になると音楽も落ち着く。いいね、いいね。ほっ、あ、めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい景色。うわ、待って、もうちょっと高いとこ行きたい。カンカンカン、カンカンカン、
晩餐か。焼肉焼いても家焼くな。はい。うっす。結構高いとこまで来た。あ、いいね、いいね。めちゃめちゃいい景色。え、この世界観マジでいいな。あのでけえの取りてー。イエイ。オッケー。まあある程度取れるやつは取れたのかなっていうところで、あと他のやつはもしかしたらのあとなって二段ジャンプとか手に入れたらいけるっていうのがあるのかな。それはわかんないけど、とりあえず30は取れたんで次に行きましょう。はい、それではね、今回もちょうど切りがいいところまで来たんで、また次回パート3から次の新しいマップを進めていこうと思います。え、60分の23ということはまだ30個近くここにあんの。37個。まあそれは後ほど回収できたらなっていう感じですね。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。